皆様こんにちは、しげますでございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございます。今日はとっても嬉しいニュースを申し上げたいと思います。で、西日本新聞に載ってたんですけれども、なんとですね、福岡市の職員頑張ってらっしゃいます。本当にありがとうございます。で、福岡市は給食の食材をですね、研究連というところがあるんですけども、食材を卸してるですね、そういう団体があるんですけども、そこから買わなくしたという決定をしたそうです。それで結果なんと5000万ですよ。もう今まで5000万払ってきてたんですね。びっくりで、その5000万の経費が浮いたっていうニュースなんですよ。すごいと思いました。頑張ってらっしゃる、もうすごい、もう私は大変嬉しく思っております。で、担当の方とですね、本当にですね、直接お会いしてお話をさせていただくっていう機会がですね、何度かありましてですね、もういろんなご要望とかも申し上げたりとかもしてるんですけれども、本当にですね、やっぱり一生懸命市民の声も聞いてくださってるんだなっていうのを私は感じまして、大変嬉しく思いました。で、この研究連5000万っていうのを私最初に申し上げましたけれども、何が問題かというとですね、この研究連は実は私視察に行ったんですよ。で、最初は自分で行きたいと思って視察させてくださいっていうことで電話をしたんですね。そして一緒に市民メディアでやってらっしゃる方たちがいらっしゃるので、その方たちと一緒にビデオとかも撮らせてもらえないでしょうかっていうことを言ったんですね。そしたらなんか知らんけどビビられてしまいまして怖かったのかしら、何ですか、もう丁重にお答えされたんですよ。ところがたまたまだったんですけれども、ある女性議員さんが視察に行くので、どなたか一緒に行かれませんかって言ってくださったんですね。そしたら、だから私はもう速攻、はい、行きますって言って行ったんですね。だってやっぱり議員のバッジは素晴らしいですね。議員さんが来るっちゅったらですね、もう丁重にお迎えしていただきましてですね、ずらりとお偉方さんが並んでいただいてですね、お迎えしていただきました。そして丁重にご説明を受けですね、私どもはですね、拝聴してきたんですけれども、で、その時にいろいろ本当に勉強になりましたので、ここでご報告をさせていただきます。まず研究連は、だいたい西日本で、いろいろグループがあるらしくて、福岡だと九州とか、西日本 の近県で、食材を融通したりしてるっていうふうに言ってらっしゃったんですね。で、その中になぜか、山口県がないんですよ。で、私尋ねました、わざと。なぜ山口県はここ入ってないんですかって、ここ白いですよねと聞いたんですよ。そしたら一言、あ、ここはトップの考えですからって言われたんですね。だから山口県は山口県だけで地産地消をやってるんですよ。なぜ私がそういうことを言うかというとですね、山口県は輸入小麦粉を給食の食材に使っておりません。全て県産小麦粉なんです。もうこれ私ずっとね、知ってたんですね。だから福岡もやりたいやりたいやりたいってずっと思ってるんですけれども、なかなかこれがですね通らないんですね。それでその県産小麦粉をやってるっていうのも知ってましたし、そうやって研究連 のグループからも外れているということなんですよ。だからこれがどういうことかというとですね、それだけマージンがいらないということもだから分かってらっしゃるんですよ、担当者の方が。だからどなたかがそういうことを言い始めやり始められて、 4,5 年かけて段階的にですね、そうやってずっと切り替えてこられてるんですよ。だからそういうことを知ってましたので、ああなるほどなっていうのを非常に納得がいきました。で、視察で倉庫とかいろいろ見せていただいたんですけれどもですね、はっきり言いまして、子供ですよ、小中学生に使う油、揚げ油、キャノーラ油だったんですよ。キャノーラ油ってお分かりでしょうか。菜種油って言いますけれども、遺伝子組み換えなんですよ。で、私わざと聞いたんですね、これ遺伝子組み換えはどうなってるんですかって聞いたんですよ。たら不分離ですとおっしゃったんです。不分離ということはですね、分けられないということですから、 90% 以上が遺伝子組み換えの油であるということなんですよ。だから、あ、なるほど、分かって使ってるのねって思ったんですね。そして次に聞きませんでしたけれども、地産地消を目指してますとおっしゃってましたけれども、輸入の冷凍野菜が倉庫にちゃっかりあるのも私は目撃をして、ちゃんと証拠写真も撮りましたということでですね、別にね、その団体さんを私責める気は全然ないんですよ。皆さんね、お立場がいろいろあるかと思うんです。ただ
だですね、年間5000万もの経費をですね、その団体に福岡市が献上していたかというとですね、思うとですね、それって子どもに回すべきじゃないんですかっていうことを言いたいんですね。同じように、福岡県だと300万人人口いますから、割合で言えばあと1億ぐらいは福岡県民が払ってると だろうなというふうに思います。だから皆さん、もし給食に関心をお持ちの皆さん、持ってください。持ってない人はおかしいと思ってください。そしておかしいっていうことはおかしいってみんなで言ってみましょうよ。そしたらいろいろ状況変わるかもしれないなって私は思っております。やっぱり小さなことを、小さなつぶやきをずっと言うっていうこともですね、非常に大事なことじゃないかなと思っております。まあ影響力は大変少ないんですけれども、少ないから好き勝手喋ってますということでですね、今日も聞いてくださってありがとうございました。一応サムネイルにですね、研究連で出していただいたゼリーをちょっとつけてみたいと思います。原材料が見えるかどうか分かんないけど、結構面白いですよ。ブドウとカタエキトがたっぷりみたいな感じで、はい、じゃあどうもありがとうございました。失礼いたします。